綺麗に成功を決めます。開き足が終わって弓を立てます。まっすぐ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 上に、この時にこうやって前に手を出してしまうと前の方の体をついてしまったりすることがあるので、ここからはまっすぐ手首は前に出さないで、先だけまっすぐ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 自分の体の中で収めるように、で矢は平行に、鶴を向こうへ押して戻す、組む、見る、取る、顔を戻して手を離し、ゆっくりゆっくり手を見ながら弾んでいきます。足バネが上に来るようにしてはずを、この時にこうして見せないように、このようにしてこう引っ張ってはずをかませるのではなく、隠してこの矢をここに親指で隠して親指ではめ込む。そうすると正面から見た時にはいいですか、鶴が動かないように、はめ込む。見えないですかね。で鶴も動かない。でこの時矢が長い方、ここについてしまいますよね。その時こういう状態で肘でかませてやってください。こういう状態にすると矢が長い方はついてしまって音が出たりするので、ちょっとここの小指を、ちょっとこの辺は鏡を見ながら工夫してみてください。それでこのまま音矢をつがえますが、この時にこういう動きをしないで、自然に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 肘で、で腰に手を置き、この時の肘見ててくださいね。こう同じ高さ、動きと一緒に肘も両方一緒に、肘の高さが一緒になるように、そして正面から見たらはずを隠しているように、でここでこのまま捧げ持つ、この時にこのままやって、ここでこうこの動きをしないように、自然に自然にスーッと前、自然に自然に、でここで足踏みをして、顔を戻して、膝がしっかり、この時もこうすれば膝の中に入れなくて、膝の、こう右の肘をぐっと曲げれば膝の上に乗ります。この時も上段、こういう動きで取らないように、肘でいって、ここで自然に矢尻を持って体の中心まで行ったら
つるしらべ、のを見て的を見る。で戻してきて、ここから取りかけての打ちをします。取りかけの時も自然とこれがこの今はこのはずが体の中心にあります。だけど取りかけする時は自然にこの中心に来るので、ここに顔が来るようにできます。この動きを右と左で両方が動いて、でこの時にカチッてカチッて、最初の頃は難しいのでちょっと下からやる方もいるかもしれませんけれども、やがなるべくここでいいですか、ここでこう手を開かないようにして、ここでつるにこういうはめ込めるように、引っ掛けたなっていうのが分かったら中指を親指の頭に乗せて、こうしてもやも弓をずれないようにこの筋力を確認しましょう。ここで離してはいけませんよ。離してはいけないけれども、この筋力の感覚を覚えて、そして手の内、天文線をつけて3本三指を、でここで親指と親指でちょっとはびきと言います。はびき、これ以上たくさんしてはいけません。でここで的の方を見て、体の中心、首筋とつるが一緒になるように、でここから第3持っていくんですけれども、これが一番難しいです。どうしても自分もよくやってしまうんですけど、こっちに来てみたり、こっちに来てみたりしてしまうんです。これがなる、こうきちんとまっすぐ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 で、つるにつるを引っ掛けるように第三で手が決まるんですけど、本当に難しいです。でここから引き分けに入ります。第3までのポイントは以上です。